どうも生物観察の鬼です。そしてこの子は私が大事に飼っているペットのカナヘビの高橋さんですね。フルネームは高橋えのきです。高橋さん可愛いでしょ。高橋さんは可愛いでちゅね。可愛いでちゅね。高橋さんは手術をすることになりました。実は高橋さん舌に腫瘍があります。ベロに大きい出来物ができてるんですよね。最近は高橋さん日常生活に支障が出るようになってきたんですよ。それで私最近心配になってね、いつもとは違うだいぶ遠くの病院に高橋さんを連れて行ったんですよ。エキゾチックアニマル専門のところに、ね、そこの病院だったら手術はできるそうなんです。麻酔ガスを嗅がせて一時的に眠らせることによって麻酔をかけることはできると。で、麻酔かけちゃったらベロの腫瘍の部分だけね取り除くことは可能だって言われたんですね。それで私決心しました。高橋さんの手術をしてもらうことにしました。でも予約を取りましてね、この今動画を撮ってる次の日、明日高橋さんをその病院に連れて行って手術をしてもらいます。はい、じゃあ高橋さんも今日は寝まちょうね。おやちみ高橋さん。じゃあ明日は高橋さんを病院に連れて行きますね。皆さん高橋さんの手術がうまくいくように祈っていてください。私もね今日は早く寝ます。気合い入れて早く寝ます。本当明日早く起きなきゃいけないんで。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。おはようございます。まだ高橋部屋は電気がついてませんけども、今から高橋さんを病院に連れて行きます。高橋さんおはようございます。あそこにいますね。今日も高橋さんは可愛いでちゅに。じゃあ高橋さん病院行きまちよ。行きまちよ。はい、じゃあ高橋さんここ入って、はい入って、はい、じゃあ行きまちよ。はい、電車乗りました。高橋さんはねもちろんグリーン車ですよ。移動は高橋さん、高橋さん不安でちゅか。大丈夫でちゅからね。動物病院の最寄り駅に到着しました。高橋さん大丈夫でちゅからね。わー緊張してきた。高橋さんご主人様緊張してきましたよ。高橋さん大丈夫でちゅからね。大丈夫でちゅからね。動物病院の前までやってきました。じゃあカメラ止めて中入ります。高橋さんの手術がうまくいくように皆さん祈っててください。高橋さん大丈夫ですからね。高橋さんの手術終わりました。結果から言うと手術は成功です。高橋さんの腫瘍はもう綺麗さっぱり切り取られてなくなりました。ちなみに切り取った腫瘍ですけれども病理検査に出すことにしました。あの腫瘍が一体何なのかちょっと気になるじゃないですか。高橋さんのベロの腫瘍は綺麗さっぱりなくなりました。高橋さん偉かったでちゅね。手術我慢して偉かったでちゅね。いや皆さん素晴らしいことですよ。高橋さんの腫瘍がですねなくなったんですよ。高橋さんの腫瘍が綺麗さっぱりなくなっちゃいました。とりあえず帰りましょう。一刻も早く帰りましょう。もう移動が長ければ長いほど高橋さんの負担になりますからね。もうすぐに帰ります。新幹線乗ってね。はーい、帰宅しました。高橋しゃーん、お疲れ様でちゅね。高橋しゃーん、手術怖かったでちゅね。我慢できていないでちゅね。高橋しゃーん。はーい、高橋さん家に帰ってきました。高橋さんはもう麻酔も溶けて完全に元気になってまちゅね。高橋ちゃん、お疲れ様でしたね。手術うまくいってよかったでちゅね。ご主人様嬉しいでちゅよ。
ご主人ちゃま売れちいでちゅよ。高橋さんの腫瘍なくなって、高橋さんのベロの出来物がね、もう綺麗さっぱりなくなりましたから、今口閉じちゃってるんでね、わかんないと思いますけど、高橋さんのベロの腫瘍はね、もう電気メスで綺麗に切除されてなくなってしまいました。腫瘍の部分は電気メスで焼き切られてますので、もう傷口塞がってるんですね。ですから特に何かね、特別に薬を飲ませたりとか絶食したりとか、そういう必要はないそうです。高橋さんは長時間の移動で疲れてると思いますので、水槽に戻しておきます。はい、高橋さんお疲れちゃまでしたね。ベロの出来物取れてよかったでちゅね、よかったでちゅね。ちなみに手術費用は激安でした。これが明細書なんですけどね、ほらちゃんと高橋えのきって書いてありますよね。私ちゃんとね、最初問診票に高橋えのきってフルネームで書きましたからね。内訳の一番上が最新料ですね。ちょっと前に高橋さんを事前に見てもらってますのでね、今回は2回目ですので最新扱いになります。手術の時にガス麻酔をかけてますので、そのお金とで、ガス麻酔をかけてから電気メスで腫瘍の部分を切除してるんですね。処置料、ガス麻酔の方が高いのね。麻酔がね、5500円で、処置料は2200円ですね。つまり、正味の手術費用は7700円ということです。安いですね。それで切除した腫瘍なんですけれども、それ、良性の腫瘍か悪性の腫瘍、つまり、癌化してないかどうかっていうのがちょっと気になりますので、病理検査に出したんですよ。病理検査のお金が1万1000円ですね。これが一番高いですね。これらすべての金額を合わせて支払い総額は19800円でした。内訳の単価の時点ですでに税込み額になっているようですね。手術してもらって病理検査も出して2万円切ったんですよ。安いですね。正直病理検査かけなかったら8800円で済んだっていうことです。思ってたよりもだいぶ安く済みました。交通費の方がかかってますからね。正直交通費が大きいんですよ。遠かったんですよね。カナヘビの手術って安いんですね。まあね、処置の種類とかにもよるんでしょうけれども、まあでも高橋さんはお金じゃ買えませんからね。手術代も交通費も安いもんですよ、高橋さんの命に比べりゃね。帰宅してから4時間ほど経過したんですけれども、高橋さんは元気ですね。電気メスで腫瘍を切除したので、傷口はね、もう電気メスで焼かれて塞がってますので、もうそこから雑菌が入る心配とかないんで、特にお薬とか出されなくてですね、もう餌も与えていいよということでしたので、それで高橋さんにコオロギあげたらバクバク食べてましたね。食欲もあるようで何よりです。ほら見てください、このお腹コオロギ食べてパンパンになってます。高橋さんよかったでちゅね。高橋さん、高橋さん、高橋さん。いやでもね、安心しましたよ。高橋さんの腫瘍取れてね。取った腫瘍の病理検査の結果はそのうち郵送で届きますので、またね、検査の結果が届いたら動画でお知らせします。悪性じゃないといいね、高橋さん。でもこれで一安心ですよ。腫瘍はなくなりましたからね。もう腫瘍なくなりましたから、高橋さんは去年の夏までと同じようなね、もうベロの腫瘍気にしなくていい生活ができるんですよ、これから。もうそれが一番嬉しいですね。高橋じゃん、よかったでちゅね。手術我慢して偉いでちゅね。偉いでしょ、高橋さん。ちゃんと手術我慢してね、それで腫瘍を切り取ってもらったんすよ。高橋さん偉いでしょ、偉いでしょ。ねえ、高橋さんよかったでちゅね、よかったでちゅね。今日はもうこれ祝杯だな。高橋さんにお酒はね、飲ませられませんけれども、もうこれ今日は祝杯だわ。ちょっとお酒買いに行ってきますわ、高橋さん水槽戻して。はーい、高橋さん、おやちみおやちみ、ゆっくり休んでね。おはようございます。一晩経っても高橋さんは元気でちゅね。よかったでちゅね、ベロの出来もなくなって。よかったでちゅね、ご主人ちゃまうれちいでちゅよ。高橋さん元気なのが一番幸せですからね。高橋さんは今日も可愛いでちゅ